彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星です。はい、黒い砂漠第2弾やっていきましょう。やってまいりました。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとだけ進めました。ちょっとだけね、レベルを上げたんですよ。レベルちょっとだけね。闇の精霊さんを呼び出しましてね、セレンティアの姫、聞こえるか。前俺が言った石室がそぐその付近にあるようだ。すごくいいものがあるような気がするけど、危ないかもしれない。行ってみたければ、ジャレットを訪ねよう。わかりました、行きますよ。そんなもんね、ビビっていてはいけないんですよ。このルートの方向に進んでいけばいいっていうのがもう楽ちんですね。このど田舎。はい。何よこの味、私にこんなものを食べろとでも言うの。結構わがままさんですね。ここはハイデルではありません。ああ、聞きたくないわ。早く調査を終わらせて帰れるようにしてよ。うん、本当にもうこのど田舎臭い、いらないことばかり。スイちゃんが臭いとおっしゃる。石室に兵士を送ろうとしていたところなのよ。エレンのこと覚えてる？怠けているのか、手こずっているのか、石のかけら一つ探しているだけなのに城でも建てているのか。石のかけらね、すごいなんか過激な方でしたね。過激なお姫様でした。ちょっと早くここから離れましょう。もしかしたらちょっとパワハラで殺されてしまうかもしれませんので。なんだっけ、使用人みたいな人に伝言すればいいんでしょ。早く帰ってこいやって。なんかみんな怒ってない？大丈夫？何？うわうわとか言ってない？なんやねん。ここか。古代石室。あ、来ましたね。エレンさん、あなたなんで帰ってこないんですか？君をここに導いたのは運命なんだろうな。そうっすか。闇の中でも光に向かって動いてくるとはな。帰ってって言われた。せっかく来たのに。何なんですか、あなたたちは。血は喧嘩ですか。帰れって言われたら帰るしか。お、どうした？一度調査してみよう。わかりました。調査してやりますよ。え、これ？お、異物のオーラと黒い精霊のオーラが同じように感じられる。なるほど。近づく。エダン、ここを見て。見ます。異物に問題でもあるのか。まさかこのもののせいか。え、足？この方、弱いけど暗いオーラを持っている。暗いの？そんな太陽のような存在だよ。アイドルですよ。まだ覚醒はしてないな。はあ。黒いオーラについて覚えていることがあれば私たちに話してくれ。え？君はその幻想から抜け出さなければならない。そこまで。あの方の状態が不安。やめ。なんだこれは。闇の精霊ちゃんはやっぱり悪い子だったの？結構可愛いなって思い始めてきたのに。私にめっちゃ懐くしさ。俺とお前だけいればいいみたいなさ、ちょっと可愛かったじゃん、結構。でもダメな子だったんですね。ちょっと闇を抱えた。まあ、闇ってついてるもんな。闇の精霊だもんな。大丈夫ですか、エダ。人は死んだか。かわいい顔じゃないか。黒いオーラで記憶を失ったもののようだな。Gに知らせるのがいいだろう。覚えているぞ。今日はしっかりしてきたか。最初からしっかりしてますよ。このビジョンにあまり心バレないように。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、わかりました。闇の中でも
光に向かって動いてくれ。闇の中でも光に向かって歩いてくれ。わかりました。これ光ですか？最初の古代人。二人の枝の不明の戦い、自分自身と戦って勝った最初の古代人枝の。自分自身と戦って勝った？なるほどね。どっちも枝野さんなんですね、ちっちゃ。これに。お。空の告げ、黒い石の災いと祝福。古代の株厚子、枝野族長、強力な力で株厚子を導く。枝野さんね。これ3だね。古代の石室。ガブア族とヤバン族との結合、黒い石の意志、黒い石の守護者となったヤダナの冒険談を聞く子供たち。え、これナンバーもうわかんない。ヤダナの死、悲しむカブア族の聖人たち、黒い石に埋められたヤダナ光が消える。壁画の5、死から蘇った枝なの2番目のせい、そう、言葉が難しくて18歳にはなかなか理解が追いつかない。経験がだんだん道を見せてくれるはずだ。分かった、エダンさん。俺はエダンだ。エダンさん、どうもお友達になってくれてありがとうございます。おお、楽しいことだらけだね。そうだね。楽しい冒険が待ってる。ありがとう。プレゼントくれるしさ、いい子だよ。闇の精霊ちゃんは。もうぞっこんですよ、スイちゃんは。若い木の精霊はちっちゃい。今のどれくらいか？俺の本来の姿はこんなもんじゃない。あ、そうなんですか。ちょ、邪魔。邪魔、どけ。まるどけ。スイちゃんがお通りだぞ。倒しときますか。おい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 、弱いですね、弱いですね。この大きいの、大きいの殺したい。えい、おいおいおい、アゼピキー、あ、いましたいましたいました。遠くからね、遠くから、遠くから、えい、ストッパー。はい、終わりました。出せ出せ。と巨大なインプ、俺たちが倒したインプたち、その下の洞窟に何かある。なるほど、秘密の多いものも一緒にいる。秘密の多いもの、この走ってるところはもう全部カットになってしまうんでしょう。ですから喋っても意味はないとは分かってはいるのですが、それでもなお喋り続けてしまう星町彗星アイドル魂が熱いですね。さすがアイドルですよ。皆さん押していってください。あ、これが、これっすね。着きました。誰もインプを研究しない。わしがやらないと。インプを研究してる方なんですね。科学を進行？奇異な現象が全て2つの領域にまたがっているから混乱するだろう。君も私のように時間が必要なのか。わかりました。レッドノーズを見たことはあるか？誰が死んだか導いた？あいつは突然変異に間違いない。黒いオーラが見え見えだ。黒いオーラなんてないですよ。もう光のオーラでしょ、言うならば。一部の巨大モンスターたちが黒結晶の力を使用しているのの大阪ってここに来たんだ。黒結晶の力、モンスターたちは自らその力を得ようと動いたからな。興味あります。言葉が通じるインプはこの洞窟の中にいる。わかりました。リトルノーズ。リトルノーズ。言葉の通じるインプなんているんですね。ボス、ボス、ボスと戦える。やった。闇の精霊と巨大なインプ、あいつがお前に言ったことは忘れる。俺たちの間を引き離そうとする計略だ。間違いない。なるほどね、わかりました。信じません。闇の精霊さんにこれからもついていきます。待ってろボス、スイちゃんが今から倒してやるぜ、倒してやるぜ。はい、来ました。これ、お、
にでかい。おほほ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 。おお、怖いです。ああ、おでかいですね。え、これ倒せってこと？え、あほほほほ、やめてください、やめてください。いやだー。いやー。おお。全然ひるまないな、こいつ。お、ちょ、なに、カビゴンか。カビゴンか、お前は。ほら。なんとか焼きました。こいつの HP どこ？え、全然食らってなくない？全然じゃない？あれ、こんなに頑張ったのに全然じゃない？これってどうやって対峙するんですか？本当に倒せるんですか？これ全然 HP 減ってませんけど、何ですか？え、倒せたの？嘘、倒せちゃった。やったー。お前なら勝てると思った。やった、ありがとう。そうだね、そうだね。やった、最強じゃん。第1個目の目標達成しましたよ、皆さん。やりました、おじまち彗星。ハイデルの近くにあるアレハンド。